皆さんこんにちは、 B レジェンドソムラです。本日はこちらですね、 B レジェンド WPI ちょっぴり甘いコーヒー風味ですね、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。昨年ね、数量限定でね販売された限定商品なんですけれども、数多くのね再販のご要望をいただきまして、今回こちらご用意させていただきました。どんな味なのかね、早速ねレビューしていきたいと思います。通常のね WPC より少しねしっとりしてる感じがありますね。でパウダーの中にねコーヒーパウダーがこう入ってるような感じですね。非常にねコーヒーのいい香りがいたします。でこちらのねちょっぴり甘いコーヒー風味にはこのね乾燥剤が入っておりますんで、こちらだけちょっと注意してお飲みいただければと思います。それではこちらで B レジェンドプロテイン購入したらついてくる大スプーンですね、こちらにすり切って1杯入れていきたいと思います。水はいつも通り僕の好きな 200ml で張ってきました。水の量をねお好みで調整してくださいね。それではすり切り1杯入れていきます。よいしょ。一回蓋を逆に回してカチッといってからしっかり閉めます。色もねもうほんとコーヒーにミルクを入れたような色ですよね。非常に美味しそうですね。綺麗にねしっかり溶けましたね。泡立ちもダマもほとんどありませんね。もう非常にいいコーヒーの香りですね。ちょっぴり甘いコーヒー風味飲んでいきたいと思います。いただきます。うまい。本当にちょっぴりですね。匂いとか色からね甘いのかなっていうふうに思ってたんですけど、本当にちょっぴり甘いだけですね。イメージとしてもう砂糖も入れずにブラックコーヒーにミルクを垂らして飲んでるような、それぐらいほんとちょっぴりですね。甘ったるいのがね好きじゃないっていう方なんかにね非常におすすめできるフレーバーなんじゃないかと思います。もっと甘いのがいいっていう方はね、ご自身でね味を調整してもねいいんじゃないかと思います。僕とかでしたら甘く飲みたい時とかでしたらねマルトデキストリンとかを入れて飲むと思いますね。ご自身のね好みで調整して飲んであげればいいんじゃないかと思います。こちらのねちょっぴり甘いコーヒー風味を星ですね評価していきたいと思います。甘みに関しては個人的にほとんど甘みを感じなかったんで、もう 0.1 とか 0.2 とかほとんど0に近いですね。0としておきましょうか。酸味もね星0個ですね。すっきりも星0個ですね。クリーミーさですね、コーヒーにミルクが入ってるような感じを感じましたんで、クリーミーさは星2つぐらいとしておきましょうかね。甘み0、酸味0、すっきり0、クリーミーが2ぐらいのイメージで持っていただければいいんじゃないかと思います。 B レジェンド WPI ちょっぴり甘いコーヒー風味の栄養成分表示ですね。1食あたりエネルギーが 110.2kcal、 タンパク質が 23.3g、 脂質が 0.7g、 炭水化物が 2.6g、食塩相当量が 0.1g、 ビタミン C が 38.6mg、 ビタミン B6 が 1.0mg ですね。で1点ご注意いただきたいのが、カフェインが1食あたり 40.6mg 含有されております。カフェインがね含まれてるっていうことでね、飲むタイミングとかちょっと注意して飲んでいただければいいんじゃないかと思います。こちらのねちょっぴり甘いコーヒー風味もね数量限定商品となります。なくなり次第ね販売が終了となりますんでね、是非お早めにねお試しいただければと思います。商品のね詳細は動画のね概要欄に商品ページに飛ぶね URL を貼り付けておきますんで、そちらからね購入いただければと思います。是非一度ねお試しください。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。